フェルナンド・ブエサ・アレナは、スペイン・バスク州、アラバ県ビトリア・ガステースにある体育館、バスケットボールチームのサスキ・バスコニアのホームアリーナで、ある。名称は、ビトリア・ガステース出身の政治家、フェルナンド・ブエサにちなんでいる。バスケットボールの試合を行う、サイの客席数は15,504席である。2011年3月に9,923席だった。 客席数を増やす工事が開始され、2012年4月に完了した。この屋内競技施設の発展と拡張の歴史は、このアリーナをホームアリーナとするリーガー区部のサスキ・ワスコニアと密接に関係している。ビトリア氏は1960年に屋内競技施設の建設を考案したが、この際にはアリーナの建設は実現しなかった。 1990年代初頭のサスキ・バスコニアは、メンディソロー・サタ目的アリーナを使用していたが、リーガー区部は、サスキ・バスコニアに、アリーナ収容人数の増加を求めていた。そこで、アラバ県議会議長を務めていたスペイン、社会労働党のフェルナンド・ブエサは、メンディソロー・サタ目的競技場よりも多い5200人収容の、アリーナへの移転を提案した。1970年代中頃に、 牛の市場として設計された建物をスポーツアリーナに改修し、1991年にパベリオンアラバとして開場した。1996年にはフィバサポルタカップ決勝の開催地となり、サスキバスコニアがトロフィーを得ている。やがて最初の観客席拡張が行われ、観客席は5200席から約9500席に増加した。 2000年にはこのアリーナの改修を提案したブエサが、バスク祖国と自由の活動家によって殺害される、事件が起こり、フェルナンド・ブエサ・アレナに改名された。サスキ・バスコニアは2000年代に、スペイン国内の強豪チームとなり、2002年、2008年、2010年に、リーガ・アクブを制し、2000年、2002年、2008年、2013年に、コパデル・レイを制した。 サスキ・バスコニアの継続的な発展を踏まえ、チームとアラバ県議会は、ユーロリーグファイナル4などの国際大会を開催できるように、観客数のさらなる増加を計画した。2011年3月には2度目の観客席、拡張工事が開始されたため、サスキ・バスコニアは、暫定的に、ビトリアガステース市内にあるイラディエールアレナをホームアリーナとして使用した。 工事竣工前の CB グランカナリア戦で、ブエサアレナにホームアリーナを戻し、2012年1月に工事が竣工して、観客席は15,504席となった。2012年4月9日のレアルマドリード戦では15,504人を集め、リーガアク部の観客数記録を更新した。1996年には、フィバサポルタカップ決勝の開催地となり、 地元のサスキ・バスコニアが優勝した。2010年には、アレブ・ユーロカップ決勝の開催地となった。コパデルレーのファイナル8は、2000年、2002年、2008年、2013年と、これまでに4度開催されている。2012年4月9日に行われたサスキ・バスコニアのレアル・マドリード戦で15,504人を集め、リーガーク部の観客記録を更新した。 2019年には、ターキッシュエアラインズユーロリーグファイナル4が開催予定。ありがとうございます。